武道館が大きく揺れる。さあ武道館決戦は日米対決であります。ハンセン対ヤツ、 PWF ヘビー級タイトルマッチ。さあチャレンジャーヤツ吉明の入場です。夏を戦うヤツ吉明、オフには母校日大アマレス部のトレーニングに参加。さあやってきたハンセンに対抗するパワーとスタミナを養ってきました。120キロの体が軽いというヤツ、まさに今シリーズは絶好調です。さあデビュー6年目にして初のシングルベルト奪取なりますか。2度目の挑戦、前回の対戦では監督固めでハンセンを追い込み大きな自信を得ました。本当に大きく成長しました。さあ出世試合だ八千代明、ハンセンからベルトを奪って鶴竜と三つ覚えの頂上決戦に持っていきたいという八千代明。毎日が勝負だ、奮起だ、のし上がれ。八つの表情に自信がみなぎっています。試合に先立ちまして、日本テレビ並びに番組のスポンサーより日本テレビイベントコンパニオンによりまして、まず八千代明に豪華な花束が贈られました。さあチャンピオンスタンハンセンの入場を待ちます。さあ沸きに沸くぞ武道館、第10代 BWF ヘビー級チャンピオンハンセンの入場。元 AWA 世界ヘビー級チャンピオン、元インターヘビー級チャンピオン、現 BWF シングルタッグのチャンピオン、世界の人間全シリーズに続いての連続出場。さあやってきた、通算第2次回数は42、歴代2位の記録。俺の出場は日本、主役はこの俺だと日本人闘争に大きく大きく割れています。さあ今シリーズは全シリーズも増して好調、ご覧のご覧のエキサイトブリー、あの激しさ、たけだけしさ、強さ、凶暴さが戻ってまいりました。まさにブレーキの壊れたダンプカースタンハンセン、世界の馬場をして相手に負けたら仕方ないとまで言わしめた男がこのスタンハンセンです。こういうハンセンを我々は待っていました。今夜こそあのラリアットが火を吹くか。スタンハンセン入場です。タイトルマッチ宣言、ノーロ・ブレアース会長です。あっと突っかけた、あっとこれがリングサイドの中野誤爆、中野誤爆、あの横須賀大会この試合に関係のないスタンハンセンが中野を丸々しましたが、そのエプロンに立っていた中野にラリアット。あっとそしてノーロ・ブレアース会長にもベルトで今威嚇を行いました。竹内さんどうですか、これ全く今日のハンセンは手がつけられませんね。まあしかしながら両者ともにヤツハンセン絶好調ですので激しい一戦にはなりそうであります。さあ両選手ご紹介です。ロートの中野が今花道の方へ引き上げます。中野挑戦者2007年本当のヤツ吉明、中野の借りは返すと言っています。男ヤツ31歳の挑戦、エンディサイドに陣取りました。特にこのハンセンは鶴田やつも前回以上のパワーと、やつも鶴田もこのハンセンのパワーを認めています。開幕戦からのハンセン、おーっとまた突っかけました。竹内さんこれどう見てますか。ベルトを持ったままですからね。そうなんですよね。さあ帰ってくるところは、あっと相手の方の手でエルボー、そしてあっとベルトで、あっとショルダースルー、返していったやつ吉明、お場外だ、なんだ何を思ったんですか竹内さん。ベルトですね、相手に打っていきました。あの思えばハンセン横須賀大会の椅子の殴り方ではあれは尋常な殴り方ではなかったですもんね。もうハンセンが出血しますね。出血ですね、早くも出血。中野の借りは返すと言っていた八千代明ですが、タイトルマッチなんです。さあ場外転落、これを追います。八千代明、さあハンセンを巻き起こして、なんだ鉄柱か、赤い鉄柱だ。割れている機械をこの赤い鉄柱に打ち据えていきました。この八千代明、前回両者リングアウト、ベルト出しは中田さんでしたけれども、単独型で追い込み、竹内さん自信をさらにつけてますからね。今日の試合展開見てますとね、相当やっぱり前回の挑戦で自信をつけてきたようですね。さあしかしながら一瞬の隙を突いて、あキックだ、これもすごいと、おっとパンチで八千代明返してきた、負けていない八千代明、さあ反戦を倒して鶴田天竜とやるんだ、その思いがありありと伺います。そして中野のあだを打つんだ、このようにも言っていました。容赦のない、まあ、この中野のスタンピングも高橋さん尋常じゃないですね。すごいですね、その額のあたりをですね、集中攻撃ですからね。
八千代社にとりましてはこのジャパンのエースの証明をしなければいけません。この一戦ベルトがかかっているわけでありますが、あっとキックだ、あー隙が生まれた、あっとこの一戦打てるか、あっと打っていった打っていった打っていった、あっと今度は後頭部だ、今度は後頭部に打ってきました。八千代社であります。さあリングの中で試合が落ち着くんでありましょうか。バゲンさん、ちょっとこれ想像が展開つかないですね。ちょっとタイトル巻き出しからの展開になってきました ね、 あの横須賀大会では人間魚雷なるものを出した八千代明、感染攻略法は万全ということなんでありますが、まだ技らしい技両選手出しておりません。カウント2まで起こりました。返り血を浴びている八千代明、さあこの表情は何を物語っているのか。さあ6年前デビュー戦にはこの阪神のラリアットで惨敗、以後このウエスタンラリアットで苦しみに地平道を吐いて苦しんでまいりました八千代明。その雪辱戦の意味もあります。鶴田はインターベルト、天竜は UN のベルト、シングルが欲しい八千代明でありますが、どうでしょうか。また場外です、また場外です。阪神はふらりふらりと花道の方を歩いていきますが、これは戦意喪失というわけではないんでしょうか。さあどうでしょうか、よくわかりません。意識朦朧としているんでしょうか。ああっと、やはり椅子を持ち上げました、やはり椅子を持ち上げました。花道でやり合います。あーっとカウントは進んでいる、後ろで陣取ってカウントをつけている。さあ八千代社旗が今度は置いて中だ、収集がつきません。まあここまでの過程、阪神はまあこれでだいぶマイナス材料ができましたから、こっからはちゃんと攻めてもらいたいですね。こっからやっぱ正義のタイトルマッチで戦ってると思うんですよね。パワースタンダー、そうだ、大技を展開しろ八千代社旗カウント、この竹内さん、阪神がこの阪神のやつと大技にかなり苦手意識を持っている、そういう発想をしましたけどね。はい、それだけにこれはもう大技のラッシュしかないんですよ ね、 そうですね。今日は貫禄固めにこだわらない、一戦集中は能力がいいけれども逃げられてしまう可能性がある、オールラウンドに攻めてみる、このように言っていた八千代明ですが、あーっと反戦流血、道路とかに見下ろす八千代明であります。しかし今ジャイアンツのママさんが放送席試合を終わりまして、来てくれました。ババさん、この輪島と実際に当たってみてどうでしたか。そうですね、非常に力はありますしね、はい、粘りも出てきたんですね。まあ、今もね、控室でインタビューあったんですけども、はい、どうしてもね、我々は体で覚えてますよね。あ、そうですか。で、輪島の場合には頭で覚えたものですからね。ですから、そこのところはとっさの判断というものがね、はい、まだ瞬間に出てきませんからね。あ、なるほどね。それがね、やっぱり体でね、覚えてくれたらね、はい、もう言うことないと思いますね。分かりました。まあ、これから阪神や天竜とのシングルマッチも流れによっては出てまいりますが、これに生かしてもらいたいと思います。さあリング上、馬場さん、これ序盤戦からこういった荒れた展開になっているわけなんですけれども、まあ、この阪神は今流血です。ここからのこの流血してからの阪神というのは馬場さんどうなんでしょうか。底力についてなんですが、まあね、流血はね、このぐらいは、まあ、どうってことないって変ですけども、はい、まあそう心配するほどのこともないと思うんですよね。そうですか。判断はできません。さあ円錐切りで追い込んでいきます。今ラリアット、それから円錐を見せましたね。竹内さん、ラリアットと円錐ですね。ちょっとやられている表情を見せています。このスタグハンセンでありますが、あ、どうでしょうか。これは作戦かもしれませんが、あーっと、やはり地に伏せた。5分が経過、安野突進をかわしました。粘り強いですね、スタグハンセン。あ、キックで蹴上げます。野球社会言っていましたよ、このハンセンのこの底力というのは、実際にこの前回の対戦やってみて、俺が考えていたものよりも大きかったということを言ってるんですよね。さあ放送席です、放送席は狙われます。さあハンセンがさっきのお返しか、あーっと八千代明が放送席に、よし、戦いに打ち据えられました。あーっと、あー、そしてさっきの竹内さん、報復ですね。完全にそうですね。はい、さあこのハンセンの報復が怖いぞ、ハンセンの報復が怖いぞ。八千代明ちょっとグロッキーであります。さあここからでありますが、どうでありましょうか。ハンセンは先にこのリングの中に戻っています。さあまだラリアットはハンセンの方は出しておりません。それからこの八千代明も監獄固めの方は出していませんが、何しろ竹内さん、このシリーズは連日このハンセンのラリアットが猛爆してますからね。そうですね、今日もですね、このラリアットだけは警戒していきます。やっとショルダータックルです。誠にこのハンセンのパワーは、底力はすごいものがあります。
馬場さん、このハンセンのラリアットっていうのは今日まだ温存してますが、東村山大会天竜原のラリアットを馬場さん受けてみて、ハンセンのラリアットと比べてはどうですか。いや天竜原もね、スピードがあります、はい、しかしねこのハンセンやっぱり自分が本家というねプライドを持ってますし、体重で押し潰すんですからね。なるほどね、丸田んぼで殴られたような感じがしたというのはこの安野パートナーなかなか言った面であります。さあとエルボーです、毒針の方に刺していきました。馬場さん、このハンセンの例えばパンチ、このエルボーっていうのはやっぱり体の芯まで響いてくる感じなんですか。そうですね、やっぱり300ポンドありますからね。ああでしょうね。武さん、ラリアット受けなくても翌日体が痛いんだそうですね。そうでしょうね、やっぱりこれだけのパワーとですね、やっぱりこれだけの厳しい攻撃ですからね、はい、さあ安必死に反撃を試みます。しかしこの不利な体勢からでもハンセンは、逆転をしてくるんです。さあまた場外戦か、あとニュートラルコーナー、ニュートラルコーナーに安を追い込んでいく攻撃、もうほとんど当て身技があります。そしてボディースラム、やっと試合が落ち着いてまいりました。さあハンセンが今シーズンは思い切ったことをやるんです。さあセカンドロープから、セカンドロープから何があるか、エルボーか、それとも2位か、両の手を合わせ、あっと2位と両の手合体で出しましたけれども、この八つやかわしました。さあ円錐です、ここから攻撃をどう組み立てていくかであります。さあ勝機が見えたか、八つ吉明、さあ八つ吉明、さあそこからであります、そこからであります。さあ何があるか、あーっとこれです、人間魚雷、これが人間魚雷です。アムラスターのタックルの後腕にして運動を得て作ったという人間魚雷、ハンセンのドテッパラに打っていきました。さあこの後監獄固めのつなぎなんですが、ブルドッキングヘッドロックから、ハンセンを地に這わせた、まずはカバー。馬場さん、この一連の流れいかがですか。いいですね、いいですけどね、これ最後休まずにどんどんもうすかされてもすかされてもいかなきゃいけないですね。そうですか、あとはブルドッキングヘッドロック、ハンセンがかわした、ウエストガリアット危ない、おっとかわした、そしてトワスが向かっ、おっとおっと、お逆さずり、逆さずり、ニュートラルコーナーに逆さずりがあります。さあ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 、あとここでハンセンを痛めつけようというところ、今度はボディに、ボディに攻撃、つま先、いや足の裏で蹴っていきました。さあちょっと間が空いたぞ、ちょっと間が空いたぞ、竹内さん、これはチャンスには違いないんですが、いつも言われているのはこのやっと爪の甘さなんですよね。ただですね、これはまずいですね、やってしまった八千代明、ちょっとまずい展開ですよね。ちょっと感情に赴くままに上樋口を投げてしまいました。あーっと、やっとまだか、今ロングが投げました、もう一回、もう一回、おっとおっと、大きいアイドルだ、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 オーシングアイドル、このハンセンのパートナー、PWF のニューチャンピオンに認定されました。このオーシングアイドルがハンセン救出、素早い動きで、もう試合は今日は終わったんですが、あーっと駆けつけて、おっと、上樋口にも、おーっと、暴行を働いています。あー、そしてハンセンはブルーロープを持ちました。ハンセンはブルーロープを持ちました。そして、あーっと、あー、ヤツの投資系であります。いつも荒れてしまうんです、このヤツとハンセンの。1回目の対戦もそうでした、2回目の対戦も、あーっと完全に安が宙づり状態であります、収拾がつかなくなりました。竹内さん、ちょっとこれは残念ですね。そうですね、やっぱり結構いいところまで攻めてたんですけどもね、そうなんですね、やっぱ最後の今日も爪でしたね。はい、さあまだ正式な裁定は放送席に伝えられていませんが、これはすごい、あーっとこの日本武道館に、あーっと一度この音が響き渡りましたが、あーっとあーっと、もう後ろに目がついてますので、クリスを蹴っ飛ばしてしまいました。あー、八吉明、これは悲惨だ、まるで臨時攻撃だ、安田、この竹内さん、中野のこの旗を打とうとしたんですがね、ちょっと逆になってしまいましたね、最後は逆になってしまいました、まあ、それも竹内さん、自らの上樋口を投げてしまったのが、ちょっと頭らになりましたね、ちょっと深追いといいますかね、エキサイトしすぎましたね、はい、今、正式な裁定がやってまいりました、9分13秒、反則でハンセンが2度目の防衛に成功。ということになりました、ヤツダッシュなりません、ハンセンがヤツを返り討ちにしました。馬場さん、残念です、ちょっとコメントお願いいたします。そうですね、ハンセンがね、やっぱりやられたような格好をしてましたけどね、まだまだ余裕があったんでしょうね、ああいう素振りがね、非常に上手くなったんですよね、ハンセンがね。ですからそういう状態になってヤツが決められなかった、ホール考えなかったというところで、やっぱりヤツも焦ったんでしょうね。なるほどね、そうですか、そうですか、まあこの広島大会は天竜とインゲネ戦、ティーガーブレフ、おっと、やっちゃった、一体でそこでいないか、俺は、これからだけ同じやってる。
てもちょっとこれは完全無念といったところでしょうね。広島大会、勝ちましたスタンハンセンは天竜とユナイテッドナショナルヘビー級 PWF ダブルタイトルマッチ、そしてその勝者と輪島が9月15日後楽園大会 PWF タイトルマッチを行います。それから高橋さん、9月12日、9月3日、名古屋と倉敷で天竜春の挑戦を受ける PWF タッグタイトルマッチにもう2連戦もあるんですが、この勢いを見ますとオースティンアイドルがパートナーです。これは油断なりませんね。やっぱりちょっと反省のですね、今のスピードは止められない感じですね。日本人競争にますます自己の存在をアピールしそうな、そんな3反戦でした。